JTB 春から初夏の旅行におすすめランキング第1位、北海道千歳市国立公園内にある極上宿。この番組ね、もう3回目4回目ぐらいですか、呼んでいただいたんですが、もう私が呼ばれたということはおそらく あのポンコツ2人だと思います。いや本当になんか大丈夫かな、毎回毎回すごい不安なんですけど。うまい、うまい。ちょっと食べる？食べるじゃないよ、食べるじゃない、もっと先に言うことあるじゃん。虫が止まってるじゃない。ちょっとなんだもん、こうやだ、気持ち悪い。ビさん得意なんじゃないですか。あ、バスもいるよ。時間もういる。あ、路線バスで行くの今日。あ、いいじゃない。まずね、バス停に着いたら必ず時刻表見るの。はい、時刻表見なかったら確かに。それはいいじゃないですか。バス詳しいもんね、もう。そんな走んな走んないですからね、ビスさん、普通ね。ね、いいよ、もう乗ろうよ。11時40分発、なんでこんなあと10分、なんでこんなテンションが上がってるの。ちょうどだよ。これ目指すはお宿のある支笏湖。およそ1時間のバス旅となります。あ、出発だよ。あ、ちょっとあそこに座ってるのスタッフなんですか。お兄さん、かわいいと思った。ナンパしようとしてますよ。やめてください。お客さんと思ってる。やめてください。手出すのやめてください。こっち開いてるよ。やめてください。収録中だよ。収録中だよ。それじゃん。だからこっちに来てほしいの。そうよ。困ってなかった。二人いてほしいの。メイク、メイクさんのスタイリスト。スタイリスト。あ、スタイリストさんも来てほしい。かわいいの。かわいい、かわいい。スタイリスト。ちょっと野生的な感じ。野生的だったな。ね、言っとくけど、この路線バスキャバクラじゃないですから。指名制とかじゃないですから。支笏湖でございますって今言わなかった。あ、終点だ。支笏湖、支笏湖。環境省の水質調査で7年連続日本一に輝く支笏湖。これからの季節は水中遊覧船やサイクリングを楽しむ観光客でにぎわいます。宿がこの近くにあるということですから、いや湖の周りは普通ないでしょ。いや、そうなんですけど、だからこう特別感があるんじゃないですか。あ、なんかすごい待ってるような感じがする。これかな。俺たち歓迎されてるみたいですよ。歓迎されてるみたい。こんにちは。ここが宿なの。すごい、おしゃれ。この後、梅雨のない北海道で新緑の絶景を楽しめる極上宿を紹介。めったに宿を褒めない恵比寿さんも大興奮。あ、ここでなんかランチ食べたい。さらに1泊1万円台から国民が選んだ第1位の宿だけが続々登場。JTB 春から初夏の旅行におすすめランキング第1位、北海道千歳市国立公園内にある極上宿。こちらが JTB 春から初夏の旅行におすすめランキング第1位、支笏湖鶴ヶリゾートスパ水の歌。支笏洞爺国立公園に今日構え、ホテル内にある支笏湖温泉はお湯の柔らかさとしっとり感が自慢。美人の湯とも呼ばれています。素足でご利用いただいております。こちらの方でお履物お脱ぎくださいませ。ほらほら見て見て、すごい。ああ、すごいすごい。これめっちゃ座り心地いいですよ。しかもこれ暖炉の近くでさ、ちょっと掘りごたつじゃないですけど、腰ウェルカムドリンクでございます。ウェルカムドリンクだって。まず旅人を迎え入れてくれるのは客室ラウンジアペソ。アイヌ語でいろりを意味するこちらでは、いろりを使った一年中楽しめるウェルカムサービスがあるのですが、こんな小さなものなんだ。はい、もうちょいなんか手で持つとかさ、しなさいよ。そうなの。そのサービスとはウェルカムマシュマロ。チェックイン手続きの間、ね、こちらのいろりを使って焼きマシュマロを楽しめます。楽しそう。サクサクか。暑いですからね。この甘さね。うん、うまい。うん、おいしい。これ中身何なのこれ。マシュマロの中身はマシュマロなんです。あ、そうなの。マシュマロって何。
マシュマロってこれですよ。牛乳が入ってる。牛乳。さっきから牛乳とか入ってる。やばい。このロケ大変そうだな。検索したい感じだよ。待ってるんじゃない？二人。続いて部屋へ入る前にぜひと案内されたのが、あ、ここでなんかランチ食べたい。はい。なんか女子みたいになってるミスさん。こちらが中庭となっております。これいいじゃないですか。この中庭しっとりしたこう大人の感じですね。そうですね、はい、気持ちいい。大人がこうこうね、はい、開放感を感じ、広さおよそ1800坪の中庭、足湯も備えられていて、新緑を眺めながらのんびりした時間が過ごせます。すごく綺麗にしてるね。うん、すごいわ。いいわ。手入れが行き届いてる。で、本日の部屋、一番角のお部屋でございます。はい、こちら385室ご用意しております。お疲れ様でございました。おお、いいね。何これ。声が響く感じ。高い。何何長期。風呂場も飽きないな。すごいいいよ。みんな違うところで感動してる。長期が滞在しても飽きないよ。ベッドルームいいね。いいよね。いいよね。もうベッドルームこれ。もう俺寝たい。ね、本当に一回一眠りしたいんだよ、眠たくて。うん、ベッドがどうのこうのって言ってもね、一番大事なのは枕なんですよ。あ、枕が合わないとダメなんですよ。枕はちょっと硬めがいいの？どうですか？あ、これ合う。高いのダメだ。早いですよね。あ、そうなんだ。首やっぱこれ最高だな、これ。使ってみろ。大丈夫です。使ってみろ。いや、大丈夫です。いや。持つなんですか、枕。あ、でも大丈夫、大丈夫。え、取ってみろ。大丈夫です。エミさん、これちょっと枕返してください。今、エミさん。エミさん？いつもすぐ寝た。あ、ちょっと。痛いよ。チャイでこれ使って、これ使ってから。今寝てました。ね、ちょっと待って。ちょっと使ってる。寝てました。寝てた。こんなに人がいるところでよく寝れますね。寝れるよ、眠たいな。お部屋はおよそ100平米の広さを誇る贅沢な特別室。すごいね、こちらの宿が春から初夏に行きたいおすすめ宿第1位に選ばれた理由。それは。隣接する支笏湖が年間を通して最も美しい新緑のシーズンになるため、梅雨時行くといいんだよね。窓から見える支笏湖の雄大な新緑、広々とした開放的な空間で日常を忘れ癒しのひとときを過ごすことができます。ちなみに1泊1万円台からリゾートスパを楽しめるリーズナブルなプランもありますので、こちらもご参考に。風呂の、すごいすごいすごい、なんか個性的な風呂だよ。露天風呂からさ見えるんだよ、ショットがすごいね。いや最高、いいよな。この雰囲気はね、一回だけ味わったんですよ。誰と誰と、誰ですか？奥さんね。いや、それより内緒です。え、内緒ってことは、内緒だったって、奥さんだったら奥さんって言えばいい。いやいや、彼女ですか？いや、ガールズバーのね。そんなことするの？ガールズバー行くの？すげえな。やるかな。先週の事務所ね、多いんですよ、ガールズバーが好きな人が。有吉とかね。おお、すごい。すごい。めっちゃおしゃれなビュッフェじゃないですか。夕食はレストランスペースでのビュッフェスタイル。野菜、魚介、肉など北の国ならではの地元素材にこだわったヘルシーな美味しさがコンセプト。料理はおよそ40種類、シェフが目の前で調理してくれるサービスもあります。もうちょいなんか綺麗になんか全部混ざっちゃってるじゃないですか、うん、いやこれも大体似たようなもんですようるさいなそれでは早速いただきましょう。ヤミさんどうですか？美味しい。今何食べてるんですか？今ね、これは何て言うんだっけ？グラタン。グラタン、グラタン美味しい。お。そば店に食べるね。そばか。本当にもう。そばじゃないの。何ですか？入っちゃう。緑。なんかね、茶そばのパスタみたいで、下がなんかソーキそばのスープみたいで。食べ終わったと思います。来ました。左側に失礼します。はい。これなんだろう。みんなでいただきましょうよ。今初めて見たな。続いてビュッフェのメイン、シェフが出来たてを提供するエビとトマトのムース、ホタテのソテーをいただきます。ああ、うまい。
美味しいね。あ、本当だ。なんかムースとねこのホタテと食感が全部違うから、うん、面白いんですよ。まずムースが溶けてご飯がなくなってホタテが残るっていう。うん、最後聞いてます。彦摩呂風に言うと、はい、海と山と川のオーケストラや。それね、結構ただのパクリですよ。風じゃなくてパクリです。あ、そう。海と畑と湖と、これはムースや。いや、いいわこれ。それでは旅の締め、温泉のお時間です。入浴するのはお部屋についている個室タイプの露天風呂。ちょっとゆっくり入りたい、ゆっくり入りたい、うわ、ゆっくり入りたい、なんだこれ、ゆっくり入りたい。これすっごいぬるぬるしてる。わ、なんこれ、すっごい肌、見てこれ、あれ天然温泉でなんかこう油が浮いてるような感じだよ。すごいこれ、何も乗ってないもんな。え、すごいよこれ。客室露天風呂ももちろん天然温泉、弱アルカリ性のトロトロとした肌触りのお湯が特徴です。あ、足湯っぽいですよ。またか。相変わらずの足だね。足だけだったら入ってこなくて。どうですか、お湯加減。またいや、これぐらいぬるぬるしてるよと。大丈夫です、大丈夫、自分の足触ります。あ、そうか、そうか。足、うわー、綺麗。足白いな。本当だ、すごいね。すごいね、これ。触ろうとしないでください。もう我慢できない。続いては旅行会社のプロたちが第1位に選んだ鹿児島県指宿市豪華絢爛な宿。やってきたのはこの方。イエーイ、みんな元気。ここは今鹿児島にやってきました。かわいい。桜山。あとそば。久しぶりだな。久しぶり。言うなよ。第1位の宿があるのは開聞岳や天然砂蒸し温泉で知られた鹿児島県の指宿市。じゃあ今日は2人で鹿児島のとっても素晴らしいところを紹介します。頑張れ。俺会えるとこねえだろ。それでは出発。空港からおよそ1時間半の移動となります。もっと早く走ろう。何、早くやって早くゆっくりしたい。違うの、お腹空いたの。でもお腹空いてご飯食べない理由は分かる。飛行機乗り遅れたからね。そうだね。怒ってんの。その話やめよう。いやめれないですよ。だって自分がお腹空いたからどうのこうのって言ってたから。ため息すんじゃねえよ。もうやだボビー。ではここで旅の道中にあるぜひ立ち寄ってほしいおすすめスポットを2つほどご紹介いたしましょう。まずは空港からほど近い姶良市にある絶景スポット。うわ、なんか見えちゃったよ。うわー、すごい。うわー、何これ。歴史の道100選に選定されている石畳の古道達文字坂。1635年に着工し、およそ100年の歳月を費やし完成。西南戦争の際、西郷隆盛率いる薩摩軍がこの道を通り熊本へ向かったのは有名な話。見たことない、こんな長いの。何の長いの。じゃあ行くよ。苔の感じ綺麗だ。綺麗ですね。JTB 春から初夏の旅行におすすめランキング第1位、北海道千歳市国立公園内にある極上宿。この番組ね、もう3回目4回目ぐらいですか、呼んでいただいたんですが、もう私が呼ばれたということはおそらくあのポンコツ2人だと思います。
いや本当になんか大丈夫かな、毎回毎回すごい不安なんですけど。うまい、うまい。ちょっと食べる？食べるじゃないよ、食べるじゃない、もっと先に言うことあるじゃん、虫が止まってるじゃない。ちょっとなんだもん、こう皆さん気持ち悪い。指さん得意なんじゃないですか。あ、マックもいるよ。時間もういる。あ、路線バスで行くの今日。あ、いいじゃない。まずね、バス停に着いたら必ず時刻表見るの。はい、時刻表見なかったら一人じゃないの。これはいいじゃないですか。詳しいもんね、もう。そんな走あんな走んないですからね、ビスさん普通ね。ね、いいよ、もう乗ろうよ。11時40分発なんでこんな、あと10分。なんでこんなテンションが上がってるの。ちょうどだよ、これ目指すはお宿のある支笏湖。およそ1時間のバス旅となります。あ、出発だよ。あそこに座ってるのスタッフなんですか。梅木さんです。かわいいと思った。ナンパしようとしてますよ。やめてください。お客さんと思ってる。やめてください。手出すのやめてください。こっち空いてるよ。やめてください。収録中だよ。それじゃん。だからこっちに来てほしいの。そうよ。思ってなかったの。二人いてほしいの。メイクさんのスタイリスト。スタイリスト。あ、スタイリストさん持ってほしいの。かわいいの。かわいい、かわいい。スタイリスト。すごい見てる。ちょっと野生的な感じ。かわいい。ね、言っとくけど、この路線バスキャバクラじゃないですから。指名制とかじゃないですから。支笏湖でございますって今言わなかった。あ、終点だ。支笏湖、支笏湖。環境省の水質調査で7年連続日本一に輝く支笏湖。これからの季節は水中遊覧船やサイクリングを楽しむ観光客でにぎわいます。宿がこの近くにあるということですから、いや湖の周りは普通ないでしょ。いや そうなんですけど、だからこう特別感があるんじゃないですか。あ、なんかすごい待ってるような感じがする。これかな。俺たち歓迎されてるみたいですよ。歓迎されてるみたい。こんにちは。ここが宿なの。すごいおしゃれ。この後、梅雨のない北海道で新緑の絶景を楽しめる極上宿を紹介。うわ、いいね。めったに宿を褒めない恵比寿さんも大興奮。あ、ここでなんかランチ食べたい。さらに一泊1万円台から国民が選んだ第1位の宿だけが続々登場。JTB 春から初夏の旅行におすすめランキング第1位、北海道千歳市国立公園内にある極上宿。こちらが JTB 春から初夏の旅行におすすめランキング第1位、支笏湖鶴ヶリゾートスパ水の歌。支笏洞や国立公園に居を構え、ホテル内にある支笏湖温泉はお湯の柔らかさとしっとり感が自慢。美人の湯とも呼ばれています。館内素足でご利用いただいております。こちらの方でお履き物お脱ぎくださいませ。ほらほら見て見て、すごい。ああすごいすごい、これめっちゃ座り心地いいですよ。しかもこれ暖炉の近くでさ、ちょっと掘りごたつじゃないですけど、ウェルカムドリンクでございます。ウェルカムドリンクだって。まず旅人を迎え入れてくれるのは客室ラウンジアペソ。アイヌ語でいろりを意味するこちらでは、いろりを使った一年中楽しめるウェルカムサービスがあるのですが、こんな小さなものなんだ、はい、そうです。もうちょいなんか手で持つとかさ、しなさいよ。そうなんだ。そのサービスとはウェルカムマシュマロ。チェックイン手続きの間、ね、こちらのいろりを使って焼きマシュマロを楽しめます。楽しそう。サクサクか、暑いですからね。この甘さね、うん、うまい。うん、おいしい。これ中身何なのこれ。マシュマロの中身はマシュマロなんです。あ、そうなの。マシュマロって何。マシュマロってこれですよ。牛乳が入ってる。牛乳。さっきから牛乳とか。やばい。このロケ大変そうだな。検索したい感じだよ。待ってるんじゃない二人。
続いて部屋へ入る前にぜひと案内されたのが、あ、ここでなんかランチ食べたい、はい、上司みたいになってるエビスさん、こちらが中庭となっております。あ、いいよ、あ、でも本当だ、これいいじゃないですか、この中庭しっとりしたこう大人の感じですね。そうですね、はい、気持ちいい、大人がこうってこうね、はい、開放感を感じ、広さおよそ1800坪の中には足湯も備えられていて、新緑を眺めながらのんびりした時間が過ごせます。すごく綺麗にしてるね。こりゃいいわ、手入れが行き届いてる。で、本日の部屋、一番角のお部屋でございます。こちら385室ご用意しております。お疲れ様でございました。おお、いいね、何これ、あ、すごい、声が響く感じ、高い、長期風呂場も飽きないな、すごいいいよ、みんな違うところに感動してまして、長期滞在しても飽きないよ。ベッドルームいいね、いいよね、いいよね、もうベッドルームこれもう俺寝たいね、本当一回一眠りしたいんだよね、眠たくて、ベッドがどうのこうのっつってもね、一番大事なのは枕なんですよ。ああ、枕が合わないとダメなんですよ。枕はちょっと固めがいいの、どうですか、あ、これ合う、これ合う、お高いのダメだ、似合いですよね、あ、そうなんだ、首やっぱこれを買いました。おお、いいね、何これ、あ、すごい、すごい、声が響く感じ、高い、何何何、長期風呂場も飽きないな、すごいいいよ、みんな違うところに感動してまして、長期滞在しても飽きないよ。ベッドルームいいね、いいよね、いいよね、もうベッドルームこれもう俺寝たいね、本当一回一眠りしたいんだよね、眠たくて、ベッドがどうのこうのっつってもね、一番大事なのは枕なんですよ。ああ、枕が合わないとダメなんですよ。枕はちょっと固めがいいの、どうですか、あ、これ合う、これ合う、これ高い、お高いのダメだ、似合いですよ、あ、そうなんだ、首やっぱこれも最高だな、これ使ってみろ、大丈夫です、使ってみろ、大丈夫です、大丈夫、もちろんですか、枕、あの大丈夫、大丈夫、え、確かに大丈夫です、エビさんこれちょっと枕返してくれ、今エビさん、エビさんちょっとすぐ寝た、ちょっと痛いよ。ちょっとこれ使ってこれ使ってほら。今寝てました。ね、ちょっと使ってる。寝てました。寝てた。こんなに人がいるところでよく寝れますね。寝れるよ、眠たいな。お部屋はおよそ100平米の広さを誇る贅沢な特別室。あ、すごい。こちらの宿が春から初夏に行きたいおすすめ宿第1位に選ばれた理由。それは。隣接する支笏湖が年間を通して最も美しい新緑のシーズンになるため、梅雨時行くといいんだよね、窓から見える支笏湖の雄大な新緑、広々とした開放的な空間で日常を忘れ癒しのひとときを過ごすことができます。ちなみに1泊1万円台からリゾートスパを楽しめるリーズナブルなプランもJTB 春から初夏の旅行におすすめランキング第1位、北海道千歳市国立公園内にある極上宿。この番組ね、もう3回目4回目ぐらいですか、呼んでいただいたんですが、もう私が呼ばれたということはおそらく あのポンコツ2人だと思います。いや本当になんか大丈夫かな、毎回毎回すごい不安なんですけど、うまい、うまい、ちょっと食べる？食べるじゃないよ、食べるじゃない、もっと先に言うことあるじゃん、虫が止まってるじゃない、ちょっとなんだここ、やだ気持ち悪い、エビさん得意なんじゃないですか、あ、マックもいるよ、時間もういる、あ、路線バスで行くの今日、あ、いいじゃない、まずね、バス停に着いたら必ず時刻表見んの、はい、時刻表見なかったら、これじゃないの、これはいいじゃないですか、バス詳しいもんね、もうそんな走あんな走んないですからね、エビさん普通ね、ね、いいよもう乗ろうよ、11時40分発、なんでこんなあと10分なんでこんなテンションが上がってるの、ちょうどだよこれ、目指すはお宿のある支笏湖、およそ1時間のバス旅となります。あ、出発だよ、あ、あそこに座ってるのはスタッフなんですか、お兄さんです、
可愛いと思ったんですよ。ナンパしようとしてますよ。やめてください。お客さんと思ってる。やめてください。手出すのやめてください。こっち開いてるよ。やめてください。収録中だよ。しょうがないじゃん。だからこっちに来てほしいの。そうよ。思ってなかった。二人いてほしいの、ね、メイクさんのスタイリストさん、スタイリストさんも来てほしい。かわいいかわいいの。かわいいかわいい。スタイリストすごい。ちょっと野生的な感じ。野生的なんですよ。ちょっとな、ね、言っとくけどこの路線バスキャバクラじゃないですから。指名制とかじゃないですから。なんかシコシコでございますって今言わなかった。あ、終点だ。シコシコシコっと。環境省の水質調査で7年連続日本一に輝く支笏湖。これからの季節は水中遊覧船やサイクリングを楽しむ観光客でにぎわいます。宿がこの近くにあるということですから。いや、湖の周りは普通ないでしょ。いや、そうなんですけど、だからこう特別感があるんじゃないですか。あ、なんかすごい待ってるような感じがする。これかな。俺たち歓迎されてるみたいですよ。歓迎されてるみたい。こんにちは。ここが宿なの。すごい。この後、梅雨のない北海道で新緑の絶景を楽しめる極上宿を紹介。めったに宿を褒めない恵比寿さんも大興奮。あ、ここでなんかランチ食べたい。さらに1泊1万円台から国民が選んだ第1位の宿だけが続々登場。JTB 春から初夏の旅行におすすめランキング第1位、北海道千歳市国立公園内にある極上宿。こちらが JTB 春から初夏の旅行におすすめランキング第1位、支笏湖敦賀リゾートスパ水の歌。支笏洞爺国立公園に今日構え、ホテル内にある支笏湖温泉はお湯の柔らかさとしっとり感が自慢。美人の湯とも呼ばれています。素足でご利用いただいております。こちらの方でお履き物お脱ぎくださいませ。ほらほら見て見て、すごい。ああすごい。ありますのでこちらもご参考に。風呂の、あ、すごいすごいすごい。なんか個性的な風呂だよ。露天風呂からさ見えるんだよ。すごいついてるんだ。いや最高。いいよな。この雰囲気はね、一回だけ味わったんですよ。誰と誰と。誰ですか。奥さんね。いや、それ内緒です。え、内緒ってことは何日だったって。奥さんだったら奥さんって言えばいい。いやいや、彼女ですか。いや、ガールズバーのね。そんなことするの？ガールズバー行くの？すげえな。エルガン行くの？そうですね。多いですよ、ガールズバーが好きな人が。ここ、有吉とかね。おお、すごい。すごい。めっちゃおしゃれなビュッフェじゃないですか。夕食はレストランスペースでのビュッフェスタイル。野菜、魚介、肉など北の国ならではの地元素材にこだわったヘルシーな美味しさがコンセプト。料理はおよそ40種類、シェフが目の前で調理してくれるサービスもあります。もうちょいなんか綺麗に、なんか全部混ざっちゃってるじゃないですか、うん、いや、これも大体似たようなもんですよ。うるさいな。それでは早速いただきましょう。ゆみさんどうですか。おいしい。今何食べてるんですか。今ね、これは何て言うんだっけ。グラタン。グラタン、グラタン美味しい。おそば店に食べるね。パスタ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 みたいで、舌がなんかソキそばのスープみたいで。ちょっと食べ終わったと思う。来ました。左側に失礼します。はい。これなんだろう。みんなでいただきます。すごい、これめっちゃ座り心地いいですよ。しかもこれ暖炉の近くでさ、ちょっと。ウリゴタツじゃないですけど、ウェルカムドリンクでございます。ウェルカムドリンクだって。まず旅人を迎え入れてくれるのは客室ラウンジアペソ。アイヌ語でいろりを意味するこちらでは、いろりを使った一年中楽しめるウェルカムサービスがあるのですが、こんな小さなものなんだ、はい、そうです。もうちょいなんか手で持つとかさしなさいよ。そうなんだ。
そのサービスとはウェルカムマシュマロ。チェックイン手続きの間、こちらのいろりを使って焼きマシュマロを楽しめます。楽しそう。サクッというか熱いですからね。これ甘さね。うん、うまい。おいしい。これ中身何なのこれ。マシュマロの中身はマシュマロなんです。あ、そうなの。マシュマロって何。マシュマロってこれですよ。牛乳が入ってる。牛乳。さっきから牛乳とか入ってる。やばい、このロケ大変そうだな。検索したい感じだよ。続いて部屋へ入る前にぜひと案内されたの。あ、ここでなんかランチ食べたい。はい。女子みたいになったね、エビスさん。こちらが中庭となっております。いいよ。でも本当だ。これいいじゃないですか、この中庭。しっとりした大人の感じですね。そうですね。はい。気持ちいい。大人がこうとこうね。はい。開放感を感じ、広さおよそ1800坪の中には足湯も備えられていて、新緑を眺めながらのんびりした時間が過ごせます。すごく綺麗にしてるね。こりゃいいわ。手入れが行き届いてる。本日の部屋、一番角のお部屋でございます。こちら385室ご用意しております。お疲れ様でございます。